あ、だめ！通るでしょ！くらさない！だ、
改めてお礼を言わせてください、ヨハネさん。まさかダイヤほどの人が捕まっちゃうとはね。お恥ずかしい限りです。どうも迷宮のようなごちゃごちゃした場所は苦手でして、いえ弱音を吐いてしまいました。こんなことでは執務長官失格、自分にブッブーですわ。真面目だな。そういえば調査中はあの格好じゃなかったの？スカーレットデルタだっけ。実はダンジョンの探索中、いつものスーツをなくしてしまったのです。いやいやいや、ちょっと待って。あんなもんどうやってなくすのよ。全身装束よ。本当にお恥ずかしい限りです。いや、お恥ずかしいとかじゃなくて、ヨハネさん、恥を忍んでお願いします。あのスーツを見つけたら持ち帰っていただけませんか。まあいいけど。ありがとうございます、ヨハネさん。力を合わせ共に沼津の平和を守っていきましょう。
どこに行こう。便利よね、これ。
そののんきさ、ある意味羨ましいわ。チョコはもらうわね。あっ、けどヨハネちゃん、あのモンスターをやっつけちゃうなんてすっごく強かったんだね。そう、そうなのよ、聞いてよ。私、ダンジョン探索の素質があったみたい。ファンタジーで定番の冒険者ってやつ。ヨハネちゃんは何でも屋さんはやめて冒険者になるずら。やめはしないわよ。このダンジョンだっていつまであるかわからないし。っていうか売らないし、何でも屋じゃないっての。助けてくれたお礼にマルもお手伝いするずら。これよ。
まさよ。パンの詰め合わせずや。これはみんなを助けるためにいっぱい探索したからカロリーを消費して、そのヨハニちゃんいっぱい頑張ってくれてたずらね。いいでしょう、もう一つちょうだい。はい、どうぞ。変わらず美味しいわね、花丸のパン。そう言ってもらえると、丸も作った甲斐があるずらよ。もっとみんなに食べてもらえると嬉しいんだけど。ずら丸の店、屋台販売だったわよね。新作ができると新しいチラシを作ってるけど、これが結構大変なんずら。ルビーちゃんにもアドバイスもらって、たまにイラストなんかも描いたりして。前に見たけど、チラシって手書きのやつよね。花丸、PC とか持ってないの？ PC？ チラシも見た目が大事。文明の利器は活用すべきよ。どこかで見つけたら花丸用に持ってきてあげる。ずら、よくわからないけど、ヨハネちゃんが優しいってことだけは分かったずら。そういうんじゃないわよ。さすが何でも屋さんずら。占い屋だって言ってるでしょ。Oh!
に勝負。これなら。花。花丸。あとっと。
Yeah!
翼よ。ソウルで。そりゃあ。これで。よっ。近場
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。だ、くらがない。任せたわ。イグルルだ。一緒。
なところね。おはようソロー、ヨハネちゃん。で、団長の中じゃ朝か夜かわからないか。本番ヨーソロ捕まってた割には元気ね、ヨウ。いやー、まいっちゃったよ。ありがとね、助けてくれて。そもそもなんであんたがここに？まさかダンジョンにまで郵便配達してたわけじゃあるまいし。いやー、そのまさかだったりして。え、どういうことよ。実はこの手紙が…って、あれ？手紙がなくなってる？手紙？うん、今は消えちゃったけど、いつの間にか持ってたんだ、謎の手紙。宛先も差出人もなかったんだけど、手紙に残る潮騒の香りに釣られてきてみたら、このダンジョンだったってこと？なんかこう、フラフラっとね。気づいたら捕まっちゃってた。まさかこのダンジョンが呼び寄せた？その手紙の中身は？まさか人の手紙を勝手に開けたりしないって。もしかしたらこのダンジョンやモンスターたちが何か私たちに伝えたいことがあるのかも。そんなことある？でも気になるわね。それが何かわからないけど、ヨハネちゃんと一緒ならわかる気がするな。私についてくる気？まあ構わないけど。もちろん、これからよろしくね。ドドンと行ってみよう。よDad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 
よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょよっ。よう、あんたっていつも元気よね。そう、私だって落ち込むことはあるよ。実は今あんまり元気がなかったりするんだよね。まったくそうは見えないけど、一応聞くわ。どうしたのよ。いやー、それがさ、ダンジョンで捕まってた時翼をなくしちゃってね。翼？つまり打点？いやいや、そんなわけないでしょ。そうじゃなくて、空の配達の時に使ってるカイトの入ったリュックのこと。ああ、あの羽がバサーって開くやつね。大砲に撃ち出される時に使う。で、それ大丈夫なの？はい、予備があるから大丈夫。もともとあれ郵送ギルドの支給品だしね。けどやっぱりね、なくしたままってのもちょっとね。そうだ、ヨハネちゃん、もし見つけたら持って帰ってきてくれない？どこかで見かけたらでいいんだけど。いいけど、ついでだし見かけたらよ。ありがとね、ヨハネちゃん。それじゃあ私配達に行ってくるから。全速前進、よっしゃ。いつものことながら慌ただしいわね。ヨハネに負けず劣らずね。うるさい。もういい？便利よね、これ。Yeah.
これだ、これだよっ、よいしょ、はっ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、へい、よっ、Thank you.
Ah!
あんたが捕まってたのね。怪我はない？うん、ダイヤお姉ちゃんと一緒にこのダンジョンに入ったんだけど、途中でお姉ちゃんじゃなかったルビーがはぐれちゃって、気がついたらこの部屋に閉じ込められちゃってたの。それは災難だったわね。けどもう安心していいわ。何を隠そう、この部屋を閉ざしていたモンスターはこのヨハネがバッチリ倒しておいたわ。助けてくれてありがとう、ヨハネちゃん。そうだ、今度はルビーがヨハネちゃんをお手伝いするね。お姉ちゃんみたいに戦う力はルビーにはないけど、ルビーにできること頑張るから。ま、ただでさえちっちゃいんだから無理はしないでよね。うん、ちょっと怖いけどヨハネちゃんが一緒なら大丈夫。一緒に頑張るビそうにして。ヨハネちゃん、これ見て。じゃーん。おー、これってライラプスのぬいぐるみ？もしかしてルビーが作ったの？うん、助けてもらったお礼だよ。かわいい。ルビーってほんと器用よね。いいの？もらっちゃって。もちろん、こちらこそだよ。しっかし、あんたも大変ね。これ一個運ぶのに重労働で。ぬいぐるみとしてはそんなに大きくないけど、ルビーにとっては特大サイズじゃない。なんかこう、バッグとかないの？作ろうかなって思うんだけど、なかなか納得のいくデザインが思い浮かばなくて。デザインね。それじゃあルビー、呼んでくれたらいつでもお助けするからね。二人で一緒に頑張るビだよ。うん、頼りにしてる。バイバイ。行っちゃったね。それで探すの？ルビーちゃんにぴったりのバッグ。まあ冒険のついでよ。ヨハネは素直じゃないね。うるさいな。